はい、皆さんこんにちは、ゆうきです。今日ですね、マジェスティシーの撮影になります。今日何をするかというとですね、前回、マジェスティのですね、 LED をですね、簡単につける方法みたいな動画を以前出したことがあるんですが、 LED つけてね、走りたい方もいらっしゃると思うんですよね。今日ですね、ちょっと簡単につけてみてどんな感じかっていうのをですね、見たいと思います。はい、それではですね、今日準備したものがこちらです。はい、1個目がですね、 LED テープですね。で、USB にさせるタイプのものを準備しました。なんか救急車が走ってるね。2個目はこちらですね、ミラーボール USB タイプのものになります。 USB のものなので、準備するのがこちらですね、モバイルバッテリーですね。こちら準備してください。試しに、挿してみたいと思います。はい、そしたらですね、まずこちらミラーボールの方ですね、挿してみますね。はい、こういう感じです。ちょっと分かりづらいと思うんですけども、こういう感じになりますね。こんな感じですね。暗いところで照らすと、こんな感じになりますね。次ですね、 LED テープの方、はい、このように光るんですが、これちょっとね、僕3メートルぐらいあったんですけど、短くハサミで切りましたね。かなり前に買ったやつなので。で、これをですね、暗いところに持っていきます。はい、暗いところに持っていくと、こんな感じですね。これをですね、マジェスティのところにつけたらどうなるのかっていうことなんですけど、バイクに対してですね、 LED をつける方法で一番簡単な方法だと思ってます。そしたらですね、マジェスティのですね、シートを開けてください。開けてモバイルバッテリーはですね、ここに置いておくんですよ。ここに置いておきますね。何かしらこう固定しても大丈夫ですね。固定して、で、さっきのですね、これを例えばつけるとするじゃないですか。つけたらここに穴を開けるんですよね。で、穴を開けてこれをこのシートの下に出しちゃいます。下に出したら後ろのタイヤのここから出てきますね。ここから出てくるので、ここから出てきた LED をここにつけてみたりとか、いろんなところにつけてみたりっていうのができると思うんですが、今日は穴は開いてないので、穴を開けた手でですね、穴を開けた手でちょっと LED をですね、設置してみたいと思います。今 LED をですね、ここの中に入れてあります。入れて、で、ここに穴が開いてるとして、その先にこちらのですね、モバイルバッテリー、モバイルバッテリーは本来はここに入ってます。試してみたいと思います。こういう感じになりますね。そしたらミラーボールの方ですね、やってみたいと思います。今日はですね、モバイルバッテリーに直接つないでるので、本当はですね、延長ケーブルをつないだ方がいいんですよね。なんでかって言ったら、本来だったらここに置くじゃないですか。ここに置くので届かないんですよね。なので延長ケーブルがある程度ですね、やっていきたいと思います。リアにですね、ミラーボール設置しましたね。こういう感じに映ると思います。角度によってはね、タイヤの方を映せることもできるし、後ろをこういう風にね、照らすこともできますね。こんな感じでですね、よく専門用語で言うですね、アクセサリー電源っていうのがあるんですが、アクセサリー電源から電源を取らなくてもモバイルバッテリーで LED テープつけることできるよ、 LED つけてかっこよく走らせることができるよっていうですね、すごく簡単な方法なので、バッテリーも傷まないし、バッテリーにもね、負荷がかからないし、誰でも簡単にできると思うので、ぜひやってみてください。ありがとうございました。